登場するヒロイン。アニメ版での声優は、雪野さつき。初代サンデー CM 劇場での声優は、岩尾純子。舞台での演者は、まぶちえり若月由美、現代の日暮神社に住む、中学3年生の少女。年齢は15歳19歳。家族構成は祖父、父、母、弟、武与の5人暮らし。一人称は、私。 身長158.8センチメートル。料理は普通にできる。好物は、おでんとアイスクリーム。昔、水泳教室に通っていたらしく、泳ぎがうまい。気境の生まれ変わりで、体内に4魂の玉を持っていた。可愛いものが大好きで褒め殺しに弱く、おだてられると情が移ってしまうタイプ。またアニメでは、笑い上後で、用途、ハンドカラオケを持ち出して、 尻尾や、八重門狸と一緒に、乱チキ騒ぎを始めてしまった。ウィキペタンは、カゴメの服を着ています。15歳の誕生日に、神社内の祠にある骨食いの井戸から百足上浪に、引きずり込まれて、戦国時代にやってきた。そして、成り行きで、犬屋舎の封印を解く。その後、四魂の玉を飲み込んだカバネマイガラスを、 退治しようとして誤って四魂の玉を粉砕、そのかけらを日本中に散らしてしまったことから彼女の戦国時代での生活が始まる。戦国時代では基本的に学校のセーラー服を着用している。自転車や大量の荷物を詰め込んだ巨大なリュックサックを持ち込んでいる。中身は勉強道具、救急セット、食料、レジャーシートなど。 四魂の玉の気配を感じる。弓矢で妖怪を打ち倒す。邪気を浄化する。敵が放った呪いのかけられた式紙を呪い返しで、敵に向けて跳ね返すなど、気境譲りの様々な人数力を使える。当初は、極魂によって、本来の霊力を封印されていた。公式ガイドブックでは、まだ能力を使いこなせていないだけで、本来は気境以上に霊力が強い。 霊山、あずさ山にある、あずさ山の弓を手に入れて、奈落に操られた、塔子の魂と戦った後は、盾となるものや障害物があっても、それをすり抜けて、標的を打ち抜く消える矢を放つことができるようになる。度胸があるのか離れしたのか、凶悪な妖怪に接してもおじけづかない。ミミズなどの虫系統は苦手。毛病を使って何日も、学校を休んでいる。 そのため以前は、学内試験において30番以下の順位を取ったことが、なかったが、戦国時代を行き来するようになってからは、成績が、どんどん低下していき、石典や追試と補修を受けることとなり、入試も、補欠合格で入学するほどに学力が低下している。大人びた言動を取るときもあるが、子供のように嫉妬で起こり、年相応らしく恋愛に心を向けるときもある。 最終決戦にて、奈落を倒したことで四魂の玉に取り込まれかけるが、後を追ってきた犬屋舎と共に、玉の消滅を願い現代に生還する。その後は、井戸が過去へ通じなくなり、普通の高校生活を三年間送るが、卒業後、犬屋舎と共に生きることを望んだことで、再び戦国時代に生きかれと再会、楓の村で見込み習いとして生活する日々を送る。以後、 巫女服を着用している。現代においては、高校卒業後すぐに嫁いだことになっている。この時、林に着物を届けた後帰っていく殺生丸に、おぎけいさんと呼びかけていた。最初の頃は、犬や車とは、口喧嘩が絶えなかったが、戦いの中で危機を乗り越えていくうちに、いつしか、お互いに、大切な存在へとなっていく。お座りは、 犬や者を落ち着かせる唯一の言霊である。貴郷が白霊山で奈落に殺されたと聞いたときは喜んでいた。しかし、その後の二人の関係が改善されたために貴郷の死を救えなかったことを後悔する。貴郷を守ると犬や者が決意したため犬や者との関係も危惧されたが犬や者にそばにいていいと尋ね了承されたために別れることはなかった。 四魂の玉との戦いが終わって、現代に戻り、三年間経っても井戸が繋がらないために、自分の思いの問題なのか悩む者の,の井戸が繋がり、最終的に犬夜叉と共に、戦国時代で生きることを選んだ。本作の続編アニメ、汎用の夜叉姫では、犬夜叉の妻となり、娘の諸は思うけた。高い霊力を持っているが、 戦闘経験のない現代人でもあるため、当初の戦闘力は低く浜の矢を外すことがあるなども、ありサポート的な役割が多かった。肉体は普通の人間の女性並みであるため、運動神経は低いが学力は高い。犬や車のヒネズミの衣を借りて、身を守ったこともある。敵の幻影術を無効化する力を持ち、無女の幻術や奈落の幻影札が効かなかった。 アニメでは、奈落の幻影札にかかっている。ありがとうございます。